永続日本百名城、遠江高天神城に来ました。こちらはですね。今日は久しぶりに大手門から登ることにします。いつもあの正面のですね。絡め手の方から登ってしまうので、たまにはと思いまして、えー、こちらですね。あの。絡め手側ですから。まあちょっとあのあ大手,大手側ですから。えー、まあ、普段から見ると外側みたいに見えますけど、まあ、実はこっちから登った方が。 登りやすいかなとラメ、まあ,あの,絡めての方もですねあの階段とか整備されてるんで全然問題ないんですけど、まあ、こちの方が若干三の丸経由で行くんですらちょっと近いかなと、えーまあ、そんな感じですかね、まあ、距離的にはあれですけども、まあ、あの見た目よりもですね結構勾配がきついんで,でここで見ていただけると分かるようにこれまあ想像図なんですけどいわゆる本丸という位置とですね一段下がって井戸来るわ。 えー、今ちょっと見えなんですが馬場平西の丸、えー、ちょっとまた上がるんですね、えー、これを見る限りすごい壮大な山城という感じしますけども、えー、ここは平山じゃなくて完全に山城ですねもう山の自然の地形を生かした、えー、造りでしかもこの高天神城はですねその武田徳川の、えー、工房の、まあ、中心地と、えー、言っていいと思います。あのこの城取取るかからないかで、えー 戦いい方も全然違っていますし、まあ、例えば徳川,から徳川から見たらですね、まあ、三河、えーまあ、当時は浜松なりですね家康公もいたんですけども、まあ、三河とか演、えー、州の、まあ、西演州というか今の浜松市ですねあちらの方から見たらですね東の押えということとあと駿河方面の入り口というか、えー、拠点になりますからここは絶対取られたくないとまた防備を固めて、えー、絶対防衛線だと。 ある意味生命線ですよねここ取られたらちょっとまずいぞとで逆に攻める、まあ、武田側、まあえー、武田と徳川だけに関して言えばですよ、えー、で武田の方について言えばですねここは絶対取りたいところと、えー、そういうお城になりますよねで取ることによってまあ要するに徳川方が苦戦するような位置づけの場所拠点ですよねですからここはあの上司は小笠原氏などがいてですね、えー、まあもともとは今川系の岡部氏とかあの いろいろ上司は変わるんですけど、やっぱりここはまあ、今川であれ、武田であれ、えー、手放したくないと、そういう位置づけの後ろになりますよね。今、まあ、ちょっとここに書いてあるんで読んでみましょうかね。こ、え、のー、町駿河まあ、元々あの今川氏の両国でしたからえー、外信仰の拠点としてまあ、今川氏はもともと駿河の国を配慮しててえー、尊っていうのはあのー、柴家ですよね。元はそれを今川氏が実力で取ったと。 でするとですから遠江というのはあの西から東からと攻められる国というちょっとイメージがありますけども遠江、えー、を巡る、まあ、今度は武田市になりますけどね駿河を取った武田市が、えーまあ、三河遠州の、えー、徳川市との対抗のためにですね戦闘を繰り広げられたと。 まあ、あの特に武田信玄公がですねここを落とせなかったといってもな1日2日で落ちるような仕様ではないですから1570円5月に、えー、信玄公の息子である、えー、武田勝頼公が登場に攻め寄せ、えー、小笠原長忠付助って書いてありますけどねちょっと名前はいろいろなんですが長忠公とお呼びしていいですかねはあの1か月分老城をした、えー、結果解除と。 でこ,の時のね、こここののの時ね、ね、に書書いいいててあるのか、あ書いてないですけど、ねあのーまあ、武田勝頼とかでなんという優しいことかこの小笠原をはじめですね、えー、城内にいた方、まあ、ほとんどですね、えー、助けたと助けるって言っても変ですけどもお構いなしとあの下る者は下るなり武田の家臣になるもよし徳川に行く者は徳川に行ってよしとただこの城だけが欲しかったと、うん、ですから無益な戦をしないという点もね、あのー、またそれはちょっと お城のので話しますすけどもそのことがありですねまあただそうは言ってもですねまたその助けた相手がですねまた他のお城に根城を持ってですねここをまた再度狙うっていうまあこれのなんかいたちごっこみたいな <laughs> お城なんですけどもまあただですね1581年の3月20日えまあ武田方によってですねいよいよ本当に落ちたということでまああの。 その後ですねここに書いてないですけど「あのー、すぐに」って書いてありますね、あのーまあ、少し経ってからっていうか、まあ、要するに武田が滅んだ後ですね1582年明けで、えー、3月以降に、えー、ここで戦った人たちとかもいたんですけどまた、あのー、第1次第2次と言っていいか分かりませんけど2度ぐらい大きな戦がありましたけど、まあ、その時もですね、えー、武田方は、まあ、徳川に取られた時は今度は武田に逃げたと。で徳川が入って今度は徳川が、えー まあこの場合は小笠原氏ですけど小笠原氏とか他の武将たちが逃げたと、えー、そういう特っかひっかいですね、ま、だトリックをしてたと奪い合いの城ということで、えー、そういう大きな拠点があったということになりますね。で今日はですね、あのー、大手から入りますから三の丸経由で本丸までとあと井戸ル輪とかですねえー、と馬場平の辺まではいきたいと思っています。でこううちょっとと長いというかその 登山道を取るような感じになってしまうので、ちょっとここで一旦。えー、ビデオは終わりにしますね。まああの。大手門の入り口ということになります。はい、以上です。